ですね、今回の趣旨は、皆さんもご存知の通り、私どもが普段事業としてお誕生日会のプロデュースという仕事をしております。でそういった仕事をしている以上ですね、今回の熊本地震の影響でたくさんの子どもたちがですねお誕生日を祝えなかったという現状をですね、私はずっと気にかけてました。10月16日という今日は、震災の日から半年をちょうど迎えます。ですのでやはりこの日じゃなきゃいけないなと思いました。きっと辛い思い出というか、お誕生日がとても楽しい思い出のはずが、少しちょっと怖かったりとか、ちょっと不安定だったりとか、そういった感じの思い出になってしまっていたんじゃないかと思います。それをですね、今日半年経った今日払拭していただいて、もうしっかりも、お誕生日のこのお誕生日をみんなで祝ってあげましょう。はい、じゃあ皆さんお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、乾杯。I'll give you my last dime if you